究家土井善晴。もうどんなものだってお味噌汁の中に入れてしまえば良いので省くということ、そない考えたって美味しいやん。これがね、まあ言うたら一汁一菜。私たちはお料理でなんで苦しむようになったの？お料理してたら楽しいこといっぱい。今だから語れることがある。家庭料理の下に見てたよね、私は。なんで自分が家庭料理やねんっていうふうには、そこは思ったね。家庭料理とは、一汁一菜とは何か。好きなもの入れたいです。好きなもの、トマト入れときましょうか。バタートースト、美味しいは結果として後からついてきますから、自由なんです。取材1年半、これを見ればあなたの食卓に革命が起きる。映画「情熱大陸」土井善晴。はいはい、テレビに出る先生。土井先生よ。土井勝。あ、そうです。あの、の息子です。はいはいはい。はい。